ドイツの雄、ポルシェ911GT2、 そして日本の宝、日産 GTR。 まるでスーパースポーツの世界を我が物にするかのごとく争う2台だが、大きな存在を忘れてはいないか。その国の人々にとって、その自動車メーカーは民族の誇りであり、その車の存在価値は芸術品として位置づけられる。それがイタリア、それがフェラーリ。 F1 直系のテクノロジー、一部の隙も見せないデザイン、フェラーリに宿る勝利への魂が込められた430スクーデリア。このイタリアの誇りがついにベストモータリングのテストフィールドに舞い降りた。スーパースポーツ世界決戦、イタリアの逆襲。ツインリンクモテギに持ち込まれた430スクーデリア、待ち受けるはフェラーリ嫌い土屋圭一。走行中のインフォメーションが安定して伝わってこない。それが好きになれない理由と土屋は言う。天候には恵まれたものの、夜更けに降った雨が乾かない。コースは非常に難しいコンディション。フロントタイヤがもうちょっとグリップ欲しい。まあ濡れてるからしょうがないんだけどね。フロントの接地感がすごいある。さすがだよね。フロントはいいよこれ。乾いてるところなんかすげえいい。めちゃくちゃいいよねこの車。フェラーリ最速コンマ06秒でシフトする F1 スーパーファースト2は、もはや F1 マシンに近いレスポンス。驚くほど洗練さが増した走りに、土屋は少々面食らった感じのインプレッション。公道を快適に走れるレーシングカーというコンセプトで誕生した430スクーデリア。その作りにはどんな技が込められているのか。ということで、フェラーリといえばやっぱりプロフェッショナルの、ね、切り替えさんにいろいろと細かいところまで話をお聞かせいただきたいなと、はい、いろいろ教えてください、はい、よろしくお願いします。あのスクーデリアなんですけど、あの母体はあの430なんですけどね、まずあの、はい、軽量化をまず第一に考えたんですよね、はい、車重的にですね1350キロぐらい。フェラーリはあの発表は1250なんですけど、はい、意外と重いんですよね。あ、そうなんです。ですから
それでもやはりあのノーマルの430から比べると100キロ以上は軽量になっております。100キロ以上ですか、はい、それは走りの面とか考えたらすごく大きいですね。そうですね、非常にあのカーボンをかなり使ってるんですよね、はい、例えばエアクリーナー、そうですね、それからこのサイドのカバーですね、はい、グランドエフェクトで強力なダウンフォースを生むアンダーパネル、そしてボディに至るまでパネル類は全てアルミとカーボンで構成、電子デバイスは599で採用された F1 トラックスタビリティシステムをサーキット向けにチューニング、430の eDEF と統合制御される。これは F1 マシンで使われていた技術で市販車では初めて採用された。あとあれですね、その軽量化に加えてこのエンジンの搭載位置、はい、これがすごい低い。そうですね、この V8 のモデルはですね、毎回毎回こう搭載位置が下がってるんですよね。そうですね、もう本当ヘッドがこの辺、あとは外観で違うのはマフラーをあの430のチャレンジと同じように、ストレートにまっすぐ出しているというこういう特徴もありますね。なるほど。それから、まあ、やはりなんといってもこのスクーデリアのいいところはカーボンセラミックブレーキを標準装備しているというところですね。これは結構温度域としてはその街中でもちゃんとしっかり効いてくれて、そうですね、サーキットでもちゃんと耐えてくれる。ただエンジン走り出して最初の一発目あたりはちょっと以前のブレーキよりはちょっとこうふわっとするところがあるんで、その辺だけの注意をしておけばあとは全く問題ないですね。なるほど、それでこの車はまあ買えるということなんですけれども、まあ、3000万円という値段もすごいんですが、はい、ちなみに納期の方はどんな。納期は約注文入れて1年から1年半ぐらいなんですけ ど、 なるほど、今円高ですよね、はい、で非常に今我々が買うのには一番いい時期なんですよ。で実際ヨーロッパでも車を買いました。で非常に、まあ、こういう経営のね、不景気であるということで結構売りに出てるんですよね。あ、なるほど。ですから本来は3000万ですけど今の時期だともしかしたら3000万以下でも購入できる感じですね、今の時期は、ね、皆さんいい情報ですね。これは社長にお話しすれば安く買える可能性があるということで今がチャンスです。そうです、はい。430スクーデリアのポテンシャルを試すために比較車両として持ち込んだのが RSD360 モデナ。レーシングサービスディノによってチューニングされ車重はおよそ50キロの軽量化。デスも2008年10月号真夏の筑波テストにおいてラップタイム1分3秒台という速さと安定したハンドリングを披露した。さあ、それでは今まで私はですね、このフェラーリの中で一番完成度の高いと言われているこの360モデラ、この車はですね、非常に今までフェラーリ乗った中で一番信頼感が高い車です。でこれと430スクーデリアを比較してみたいと思います。では、路面状況が著しく変化していくコンディションの中でいきなり全開モード、これもインフォメーションがきっちりと伝わっているからできるゲート。完成度高いよこれ、扱いやすい、扱いやすい、これこのフェラーリは。先が読める。今までのなんかフェラーリってね、乗ってきたフェラーリってね怖いんだよね、いつ横向くか分かんないから。このフェラーリはっていうか、ここで作ったフェラーリはね買いたいそうなんだけど、扱いやすい。リアウィングによるダウンフォース、そしてパワーが少ないということもあり、明らかに360の方が攻め込んでいる走り。ひょっとして360をチューニングした方が楽しいということか。してんだよね、怖いフェラーリじゃなくてこうしっとり感を持ったフェラーリ。
路面状況の変化を考慮してこの後もう一度430スクーデリアを試乗。果たして土屋圭一の結論は。さあ、360のチューニングカー、そして、430スクーデリア乗り比べてみましたけれども、完全ウェットだと360のチューニングカーの方が、乗りやすいですね。ちょっとこう乾いてきて乾いた路面にタイヤを乗せようとした時に、430の方がフロントの、熱が入ってからは、いいかな。まあ何がいいかっていうとですね、360のあのチューニングカーの良さっていうのはそのフェラーリの怖さっていうところをなくしてるっていうか、ものすごくマイルドにしてる、そのまんまなんかこう切り替えさんちのセッティングを真似したのかなっていうぐらい、このね、430スクーデリアはなんかこう穏やかになってますね。雨の中だとどっちかっていうとこうパワーとトルクでちょっと怖いんですけど、怖いけどやっぱりその路面が乾いてくると全オフにしてもねすごく楽しい車だし、扱いやすい車になってるなと、今までのフェラーリとはちょっと違う、430スクーデリアかなという感じをしました。これだったらなんか乗ってもいいかな。